ゴツプロ第7回公演12人のイカれる男、陪審員第12号役の三谷亮です。最近起こったエピソードはですね、 5G に僕、変えたんですけども、なかなか 5G につながらないっていう感じなんですけど、都内出た時に一瞬 5G になったんで、よしと思ってダウンロード、なんかその 4G に比べると短時間でできるっていうのでやったら 4G と変わらないぐらい時間かかったっていう、それでちょっと怒ったという、変わねえじゃねえかよって、何が 5G だよと思いながらやってました、はい、ということでお客様、本田劇場、僕自身は4年ぶりの、本田劇場になるんですけども、本当に思い入れの深い劇場でして、20代大きい舞台というか、僕を知ってもらった舞台で、卒業してから立った舞台でもあるので、この劇場でまた応援してくださる皆さんとお会いできること、そして、最近僕を知ってくれた方、まだ僕のことを知らない方、ぜひこの作品で出会って、一緒にいろんなことを考えていけたらなと思っておりますので、ぜひ劇場でお会いしましょう。ゴツプロ第7回公演12人のイカれる男は2022年5月13日から5月22日まで下北沢本田劇場にて上演いたします。ぜひ、遊びに来てください。お待ちしてます。